一律バーンダメージ半減は頭悪すぎ竜です。さあ本日なんですが、ボルカニックデッキですね。皆さん、オブライエンはゲットしましたでしょうか。新しいキャラクターでね、このオブライエンさんが実装になりましてですね。でオブライエンさん、あのキャラクター評価動画でも多分やってると思うんですが、スキルがまあそのボルカニック寄りなんですよね。ボルカニックしか使っちゃダメみたいな、ボルカニック使えみたいなね、あのスキルなんですよ。で今日はですね、このボルカニックバーンデッキというね、このスキルを使用してやっていきたいと思います。このスキルね、そこそこ強くてですね、あのアドバンテージを稼いでくれるんですよ。デュエルの開始時に自分のデッキにボルカニックバレット、それからボルカニックデビル、ブレイズキャノン、ブレイズキャノントライデントをそれぞれ1枚追加するっていう、まあ、スキルになってまして、で、自分がブレイズキャノンを発動した次の自分のターンに、トライデントをデッキから手札に、デッキが墓地から手札に加えるよっていう効果、あ、それから、ブレイズキャノントライデントを発動した次のターンに、ボルカニックデビルをデッキから手、墓地から手札に加えるよっていう効果を持っていますと。だから、アドバンテージを稼げるんですよ、スキルで。これはかなり強いですね。で、ブレイズキャノンとかブレイズキャノントライデントがどういう効果を持ってるかっていうと、あのボルカニックバレットとかをこう捨てて相手のモンスターを破壊するっていう効果なんですよね。ブレイズキャノン、もう覚えてますかね。これあのすごい昔のカードなんで、2018年とかのカードなんですよ、あのリンクスで言うとね。なんでもう覚えてない方もいらっしゃるかもしれないですけども、ブレイズキャノントライデントとかは、例えば、このカードが自分のフィールド上の表側表示のブレイズキャノンを墓地送って発動できると、これですね、これ送って墓地、墓地送って発動して、で相手フィールド上のモンスター1体を選択して、手札から炎族モンスター1体墓地を送ることによって、そのモンスターを破壊してライフに500ポイントのダメージを与えるよと。でこの効果を発動するターン、自分のモンスターが攻撃できない、つまりですね、バーを与える代わりにあの攻撃権を放棄するっていうことなんですよね。これがかなり難しい。で一応ボルカニックデビルっていうエースモンスターがいるんですが、あのね、環境にね追いつけてないんですよね、このモンスター。今回このモンスター、あのオブライエンのエースなんで召喚ムービーも用意されております。なんとなんですけれども、もうね環境にね追いつけません、このモンスター、効果はですね、攻撃権放棄するのにトライデントとかで、こいつは戦闘回数とか持ってまして、戦闘によって、モンスターを破壊すると、相手フィールド上のモンスターすべて破壊してモンスターの数ける500のポイントのダメージを与えるという効果、それからバトルフェッチ中相手のモンスターは攻撃表示ならこいつに攻撃しなきゃいけないっていう効果を持っていますと。もうね噛み合ってるんだわな、つまりもうバンにしろよ、ここの効果もなんか戦闘しないでという、風にすごい思っております。でね、なんとですね、これ何が起きるかっていうと、ボルカニックパレットを2枚追加してくれるんで、これもともと僕初期デッキにですね3枚入れてるんですよ、ボルカニックパレットが。だからこのスキルを使うと、なんとボルカニックパレットがデッキの中に5枚入るんですよ。ジャッジジャッジ、こいつボルカニックパレット5枚入ってますと。これができるんですよ、素晴らしい。素晴らしいですね。で、ギミックはボルカニックバレットっていうのは墓地に存在すると500ライフ払って、あの同じ仲間を呼べるんですよね。だから、昔あの謙虚なツモさんっていう方が作ったあのバレットネオスっていうね、あのギミックを、模倣させていただいて、ネオスでバレットを落としながら、因果切断とかサンダーブレイクとか摂理とかで、バレットを捨てて、でさらにコストを確保していくっていう、そういう、効果ですね。あの手札捨てるカード結構強いんでね、あのリンクスの環境においても。で、こいつがやっぱ墓地に行ってくれないといけないんですよ。だからアクセス手段を増やすために5枚プラスネオスフュージョンなんで、全部で、バレットが、7枚入ってるみたいなもんなんですよね。簡単に言うと結構バレットにはアクセスしやすいかなと思ってます。で、レッドリゾネーター入れてて、レッドリゾネーターでこう、あのこいつを出して、あの33から、ランク3エクシーズっていうのもできるし、あとこっから、4出して、6っていうのもできるんですよ。でボルカニックロケットっていうのはこれ、召喚か判定召喚か特殊召喚に成功すると、デッキから墓地からブレイズキャノンを持ってこれるんで、これで、出してシンクロしながら、ブレイズキャノンとか持ってこれるっていう、まあ、そんなギミックになってます。で、ウィッチは、全モンスターをサーチできます。この全モンスターをサーチできるんで1枚入れてますっていう感じですね。はい、レジェンド隊でやってみたんですけどもね、やっぱりちょっと環境に追いつけてないかなっていう感覚はありました。うん、ちょっとね、若干ね、まあキャラクターデッキなんで、実質ボルカニックデッキはまあその辺ちょっと加味していただきながら見ていただければなというふうに思っております。早速やっていきましょう、デュエルスタンバイ。さあ
最強のボルカニックデッキを見せてやるぜ。俺はボルカニックルクットを召喚し、ロケットの効果ブレイズキャノンを手形に加えるぜ。そしてブレイズキャノンを発動、さらにカードを置き換えセット、パーシュルを、まあ、そこそこの動きですね。これはまあこれがしたいみたいな動きは一応できました。結局その手札を捨てるトラップカード、まあインガー切断、サンダーブレイク、神の摂理は強いので非常に、あーなるほど、デスサムライ、まあ、ここはねあのほっといていいですね。打点が、まあ、これ多分知らないかなんかなんですけども、ヴァンパイアでした。なるほど珍しいデッキも来たな。これあれかな、もしかしたらデスサムライ知らない死んだし、ちょっとヴァンパイアにすっかみたいな感じで言ってんのかな。ですね、あのデスサムライは効果でフィールドが離れると、なんかあのデストロイサムライみたいな感じで、デスサムライとデストロイサムライは結構似てるんですよね。効果フィールドが離れるとなんかあの違うなんかあのアンデッド族あの呼べるんですよね。デストロイサムライじゃなくてデスサムライは紛らわしいな。だから、あの辺はインガー切断とかしないで普通に戦闘牌をした方がいいっていう話。なるほど。これね、ババインじゃん、あのグレイスだけはインガー切断しましょう。出してこない感じかな、あ出してこない感じ、オッケー了解。ブレイズキャノントライデントの方がいいかな。じゃあですね、まずブレイズキャノントライデントを持ってきましょう。ボルガニックバーンデッキの効果、ブレイズキャノン発動した次のターン、ブレイズキャノントライデントを手段変える。そしてブレイズキャノントライデントを発動、ブレイズキャノンを墓地で置くことによってこのカードを発動できる。そしてブレイズキャノントライデントの効果を発動していくぜ。ブレイズキャノントライデントは相手のフィールドのモンスターを破壊する。こいつで今もなんか出てきたモンスター全部破壊しよう、もう全部破壊しよう全部。そしてもちろんコストを払う、コストは手札のボルガニックバレット、ボルカニックバレット、墓地のフリー、相手のフィールドのモンスターを破壊、さらに500ポイントのダメージを与える。そして相手のデスサムライの効果を発動すると、効果でフィールドから離れる場合、デッキからなんか違うなんかアンデッド族を出てこれるとかいうなんかヤバい効果を持っている。さあ来い、何人か来る、ゴズッキーか、妖刀手段に来た、妖刀手段に来たわ。なるほど。そしてボルカニックバレットの効果を発動、ボルカニックバレットの効果は墓地で存在する場合500ライフを払い、同じやつを持ってこれる。そしてブレイズキャノントライデントの効果を発動する、ブレイズキャノントライデントの効果、相手のモンスターを破壊し、手札からボルカニックバレットを捨てて500バーン、ボルカニックバーン、さらにボルカニックバレットの効果発動これがボルカニックデッキ。ボルカニックデッキは弾がなくなると破壊する効果を使えなくなるが、このデッキのなんとボルガリックバレットが5枚入っている。ジャッジージャッジー、こいつボルガリックバレットデッキに5枚入れてます。さあボルガリックバレットよ手札に舞い込め。やべえ強い、これさすがにインガ切断か。でもまだ1番のか、強っ、まだ1枚あんの、めっちゃ強い。ちょっとね、妖刀はちょっと墓地いられるとめんどくさいんで、これインガ切断しましょう。さあ妖刀は墓地に送らせてもらうぜ。さあヴァンパイアシフトいいだろう。さあヴァンパイアシフトの効果によって、墓地のボルヴァンパイアをクッション化しながら、デッキからエンパイア、ヴァンパイアエンパイアを発動。さあ何をいいだろう。さあヴァンパイアの眷属の効果いいだろう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 。さあサーチを入れろいいだろう俺のデッキにはまだボルカリックバレットが1枚で打っている。さあ来いボルカリックバレット、そしてブレイズキャノントライデントの効果を発動つえつえ、これぞボルカリックバーンボルカリックバーンしてるな、めちゃめちゃボルカリックバーンしてるわ。これ説でしょ、これモンスター効果止められた方がいいよね。これ出しちゃうともう崩壊になっちゃうから、これモンスター効果、いやバレット5枚いったもんな。もうこれはターン終了か。ボルカリック違うわ、ブレイズキャノントライデントの効果を使った場合攻撃宣言できませんので、あ巣窟来た、巣窟来た、ハリウムショッケ。さあどうする、モンスター効果手札4枚か、でもライフ残り500結構きつと思うけどね、結構きつと思う。あのライフ払わないとヴァンパイアはサーチ入れられないから、剣族特殊がするのはいいんだけど、
はいはい、バンプオブバンパイア、オッケー、バンプオブバンパイア、ここ止めるっていう選択肢もあるのか。まあでも出てきたグレイス止めればいいんじゃないかな。出てきたグレイス止めちゃった方がいいとは思う。マストカウンターをね、ヒューナイト勝てないんで、次のターンちなみにボルカニックデビル持ってこれますからね私。ちなみにスキルで、あ、グレイス来た、オッケー、グレイス来た。でグレイスパパ効果使うでしょ多分。効果使うよねこれ、さすがに、さすがに効果使うでしょこれ。説明読みとかある。グレイス OK、 グレイス効果。さあ宣言は何をするかな。さあ何を宣言するかな。バカタレが神のボルカレッキの摂理発動。ボルカレッキの摂理の効果によって相手のモンスターの効果を無効にしていく。おっしゃおら、うわこれがボルカレッキバーデッキ。さあお相手の方、ダークシグナカーリー渚選手、よろしくお願いします。デュエル3枚、オッケーでもねえか、オッケーでもねえな。ボルカニックロケットの効果発動、ブレイズキャノンを持ってきて、でブレイズキャノンだけ発動しておこう。ブレイズキャノンを発動しておくことによって、あれですからね、次のターンにインガセンの方がいいか。でブレイズキャノン発動、次のターンに、トライデントを持ってこれるんで、一応アドバンテージ稼げるということですね。結構このアド稼げるのはかなり強いんですよね。あのスキルとしては非常に優秀、1枚ずつ一応増えていくんで、まあ、段階を踏めばね。だからまあそこまでのターンをこうトラップカードで、あ、一応まあそういうことね。オッケーオッケーオッケー。でドローしていく。隕石、隕石あんま強くねえな。まあいいや、ちょっとスキル発動、ボルカリックバーンデッキ、そしてブレイズキャノンをトライデント手札に加える、そしてバトルフェイズ、いけ、ボルカニックロケット、ボルカニックロケットパンチ。さあなんだその伏せカードは、何デッキだ。お、受けんのか、いいだろう。さあ後ろするぜ。今結構強そうです。デモンズチェーンインガセンなんで、一応モンスターには強い、まあ、バックには弱いといったところ。さあどうする、これ何デッキだこれ、わかんねえな、何デッキだ。インガ切断、なるほど、インガ切断、はい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 、あ、カラクリね、なるほど、カラクリ、はい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 、ライティドライバーか、なるほど、そこはデモンズチェーンかな。カラクリってね、一応レベル上昇とか、これ多分レベル上昇なんじゃないかな、レベル上昇があると一応ライティデフティが初動になるんですよね。あのライティデフティで4レベル上げると、一応あのブレイドが、だブレイドだっけ、ブレイだっけ、8の方か7の方出せるんですよね。あ、来た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 、さっきインが切断しよっか、邪魔だもんねこれね。あ、でもブレイズキャノンで破壊したら、デモンズチェーンも破壊されるか。デモンズチェーンちょっと邪魔なんで、こうして、でバレットでペッペッってやって、オッケー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 、でバレット効果、よし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 、いいぞ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 、トライデントにするか。トライデント発動、ブレイズキャノンを墓地に置くてトライデントにして、これね、魔法トラップがね3箇所しかないのもね、めっちゃ辛いんだよね。で多分イナシチは止めればいいわ、摂理で。まあなんとか隕石もあるんで、なんとかなりますね。でそれはなくられるんだったら、あー、クナムザン効果、なるほど。でもさ、これさ、隕石したったらさ、これあれだよな、クナムザン出てこれねえよな。こうして、こうすればいいでしょ。だからこうするとクナムザンが出てこれずに不発になるみたいなパターンね、そういうパターン。はい、オッケー、はい、ナイス、よし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 、いいぞ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 、ウィッチオッケー、ウィッチビートなんじゃないか、これウィッチビートあるな、全然、これ全然ウィッチビートある。いや、でもさすがに出すか、トライデント、トライデントを墓地に送って、いけ、ボルカリックデビル見てくれ、これがボルガリックデビルの新しい召喚ムービーだ。かっこいい、かっけ、召喚ムービーめっちゃ気合入ってる。まあ、環境に追いつけてないけどね、で環境に追いつけてないんだけど、だバレット効果によってバレットを手札に加えていく。一応あれトラップカードかもしれないから、因果切断伏せずでいきましょうか。でバレット効果、さあどんどん弾が補充されるぜ、これがボルカリックデッキ。そして
黒き森の道をもちろん召喚していく。行け黒き森の道。よし行くぜ。ボルカリックデビルの攻撃、ボルカリックキャノン食らえ。陰夜切断聞くかバカタレが。ボルカリック、神のボルカリックを発動。それによって陰夜切断は無効。うわボルカリックキャノン、これぞボルカリックデッキよ。対戦ありがとうございました。ボルカリックの設定めっちゃ強い。さあお相手の方、クロノスデンメディス選手、よろしくお願いします。デュエル3倍。あーそこそこ強いね。あそこそこいいんじゃない。これはなかなかいいよ。まあ、ちょっとハンドコスト欲しかった人生だったけど、さあどう、ハンドコスト系のトラップね欲しかった人生だったけど、さあおっとサーベラス、なんか気持ち悪いカード入ってんな。キモいカード入ってんな。カードちょセットいいだろう。ドロー。あー今いらねえな。レッドリゾネーターを召喚。レッドリゾネーターのモンスター効果を発動。レッドリザネリゾネーターは手札からレベル4以下のモンスターを特殊召喚できる。そして黒木森の道を特殊召喚。そしてレベル4の黒木森の道にレベル2、レッドリゾネーターをチューニング。リミット解放レベル6、カモンコーラルドラゴン。そして黒木森の道の効果発動、ボルカニックロケットを手札に加えるぜ。そしてコーラルドラゴンのモンスター効果、手札のボルカニックパレットを持ち送り、相手のセットカードを破壊。えねこんなの来そう。なんやるな。まあいいだろう、許してやろう。ヘイズビーストはね、対象に取れませんので、デモンチェーンが1ミリも効かんっていうところが一番きついですけど、さあこれでターンを終了していくしかない。さあどうする、クロノスさんよ。まあ、コーラドラゴンを破壊されるとワンドロが入るぞ。さあどうする。いやベルトンはやばい、ベルトンはやばいって、ベルトンはやばい、やめてくれ。やばい、何が出るの、これスピンクスか。スピンクス捨てて、スピンクス、スピンクス、スピンクス、やばすぎ、それはやばすぎる、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 対象に取れない。あーいや、やばいの落ちた、殴るもあって、やばいの落ちた。何時代のデッキだよこれ。縄文時代デッキすぎるだろ、ふざけんなよ。